ポートランドのハミルトンホテル、1993年、撮影。ロビーと階段ハミルトンホテルは、かつてアメリカ合衆国オレゴン,ン州ポートランドにあったホテルで、開業当初はベナブルと称していた。この建物は、ポートランドの建築家ジョン・ v ベンズが設計し、ベンズの建設会社ベンズヘンドリックス社が1913年に建設した。4階建てで、 新古典主義建築の様式による建物であった。1993年3月、アメリカ合衆国国立公園局は、歴史的建造物調査の対象に入った。調査報告では、この建物について、低所得者向けの都市居住建築、設計者である著名な、ポートランドの人物ジョン・ブイベンズとの結びつきから、建築様式と建物の機能類型に照らして、 重要な建築事例である。このホテルはポートランドの都市拡大の時期における発展の象徴であると述べられていた。1980年、このホテルは放火され、居住していた一人であった69歳のマリーチンが死亡した。その後、1993年5月に閉鎖されることとなり、連邦政府によって破壊され、跡地には、 マーク・オー・ハット・フィールド合衆国裁判所が建設された。所在地は3番街、南西線2 4番地であった。ありがとうございます。